大きな怪我を防ぐことができる。胸側に転んだ時は肘から先全体で体重を支えるようにしよう。手だけ先についてしまうと手首を折ることもある。肘から先全体で雪面につくようにしよう。バックサイドでは後頭部を強打するのが最も危険。できるだけ頭部をカバーするようにしよう。手を頭に持っていく余裕がないときは顎を締めて頭を打たないようにすること。背中側も手首だけつくと怪我につながる。柔道の受け身のようにお尻から先につくようにしよう。ボードに前足だけ装着して移動するのがスケーティング。前足に体重をかけてバランスよく立ち、後ろ足で漕ぐようにしてボードを滑らせる。ノーズが左右にフラフラと曲がっているね。前足にしっかり体重がかかっていないとこうなることが多い。これも後ろに体重がかかってしまった例。前足でしっかり支えて、後ろ足は前足の前まで持ってくるようにすること。後ろ足をかかと側に出して漕ぐ練習もしておこう。